<laughs> いやちょっと安い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 二万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 ちなみにラルさんラーメン屋さん行くときとかにラーメンだけ行くかそれともサイドメニューも一緒に行くか俺ほぼ全部行くねどういうこと餃子どう,かどういうこと餃子と、うん、チャーシュー丼みたいなやつとはい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 あとなんかもう一品ぐらいおおってなるとおお<ー> <laughs> えこれ新商品ですこれじゃあそれ 20とはいじゃビール10ビール10と朝早しじゃ今のやつだぜ <laughs> と朝早しラーメン結局高いの売りたくなってんじゃん <laughs> えっといやまあまあセットだからこれいらねえ俺バックパンパンの <laughs> じゃ朝ラ20でいいえいチャーシュー丼はいらないや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 これ一緒に買わないと <laughs> いらないよ <laughs> いやラーメン屋さん来てチャーシュー丼だけとか聞いたことない いやまあじゃあもう今回新発売だからこうチャーシュー丼あげますよじゃあチャーシュー丼で,でえ今日何するんすかあんまいろいろ系だねなるほどえラルさんエサ衛生つけてないの最近いやなんかめんどくせいなあれなんで俺収益化してないのにこいつらに見せてんだろうなるほどなるほどね,ほどねえちょバイ,トバイトしようかな俺どこでここでここで、ね、<laughs> <laughs> ちょっと思ったより暇かも今日 <laughs> <laughs> えじゃあいいよバイトしうバイトしょやとバイうはお,<う>お,おもろすぎでしょ急に今思いついたはいきたじゃあちょっとえ衣装からいこう衣装からいこう衣装からう <laughs> <laughs> んなってるこれ <laughs> あ大丈夫大丈夫大丈夫それだけ、OK、それだけ、OK、パンツはパンツこっちパンツこっち,っちうん

アクガーリーパーのタイム見てください鶴木さん。いや俺レースも二度とやらないよ。え <laughs> どうしたの鶴木さん。何レースまだやってんの？鶴木さんのタイム抜いたから自慢しに来たの。ガチで言ってんの？鶴木さんの二分五十三秒抜いて二分五十秒になった。ガチで言ってんの？<laughs> そうだよ鶴木さん。<laughs> いや俺友達とは走るにはいい。いただもう。レースはしないって決めちゃったの？なんかもう真剣にはもうやれないかもしれん。<laughs> え一回。 できるしょ、釣りぎさん。真剣にはいや一回だけじゃない。最近ちょっと <laughs> あのこちらがあの僕の弟子です。あこんにちはラルさんラルさんここで働弟子なのラルさん。えちょっと今日バイトしようかなと思って。あそうなんだ。よろしくお願いします。ラルさんもレースやってるから。いや俺もカジュアルレーサーになろうかなと思って。あじゃあみんなで楽しくさレースしようよ。プロレーサー目指してたけど。味玉ラーメン10個で。うん。 麺は柔らかめ、濃いめ、油ましましでお願いします。油ましましで、え、朝ばいしスペシャル今日出たんですけど、いります。え、なにそれえ、えじゃあ一個もらおうかな、朝ばいしスペシャル。あ、十個からっすね。十個から？じゃあ十個もらいます。朝ばいしスペシャル。はい。ありがとうえ、味玉ラーメンも。はい、味玉ラーメンも十個です。味玉ラーメンも十個で。はい。いやありがとうございます。なるさん何なるさん何やってんの？いいのそれで本当に。 え衛星準備中え、あ、衛星準備中ねあつけるさすがにつけるんだ衛星え,えてか修理できるあできますよできますけどここで修理したら出張修理になっちゃいますよいくら出張修理いくらっすか ?30% 増しですね3えじゃあ俺ちょっとラルさんも<あ>じゃあいきなりテープ任せれるわけないか <laughs> 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 いいよじゃあラルさんちょっと適当にやっといて一番高いやつ売りまくっといてこれ何 お客さん来た来てないし俺雇えてなかったえ、このチシ,ビリシビリアンみたいなやつあそう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 ,そうこれかオッケーオッケーでもれねえなちょっと待ってなんか <laughs> RTA ができないなんか <laughs> RTA リアルタイムアタックやめてこの最後に伸ばした腕あるじゃん <laughs> ううそれが帰ってくるここどどういううういいこことと最後に伸びたてタイミング見ててうんここ S, <S やそれどうやってやってんのそれああ<ー>なるほどなるほどあで伸びた瞬間にクリック伸びて戻ってきたぐらいだねこれ最速 <laughs> え SS アルバイト選手じゃんもう <laughs> <laughs> 最初に開いておいて戻ってきたくらいであいけた

特製ラーメン十。特製ラーメン十入りましたあらじゃい俺ら初めましてですかねはい、初めましてですしも…しもつきロップと申しますしもつきロップさんこげつきつるですよろしくお願いしますそして、アルバイトの浅林ですあらじゃいラルさんは多分二日前ぐらいにお会いしたかもしれないですレギオンでったっすねえ、何されてる人ですかロップさんえ、お医者さんここです お医者さんごっこじゃあお医者さんではないんですかあの個人通知ならしてもらえば行く系のお医者さんではありますねはい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 ちょっと連絡先もらってもいいですかはい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 内臓はい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 内臓大好きいは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 いういはどういるってどうするっていはいはいはははははは もう新鮮なあったかいチ肉がすぐ触れるんですよ。<あ>なるほど。あったかいもう新鮮でもうそのレベルなんすね。はい、まだあったかさがあるとこで。でね、マレ肉じゃないんだ。確かにマレ肉は大好きそうだけどな、それで言ったら。あマレ肉屋知らないですねえ絶対好きそうなやつありますよ。本当ですかサイコパスだ、たぶん。マレニクえ,え、ちょっと行ってきていい はい、え、なに、もうなに、あ、なに、もあ、いやいいよ、行ってきて行ってきていいよ一緒に行くいや、大丈夫、大丈夫、俺店開けたんだ、どこに行くの <laughs> 一応、四百ぐらいは作ったはい、ありがとう、ありがとういや、ありがとうじゃすぐ戻ってくるわうん全然、あの、バイト自由だから、フレキシブルだからあそうなんですね全然、最良労働制なんでね、全然もう、うん、大丈夫ですよありがとうございます、ありがとうございます焦げ、焦げピス焦げピスあ、焦げピスが来てない<う>あ、そういうことかごめんなさい、ごめんなさい、じゃあ俺が、え 来てなくてもしかしていい <laughs> あの、待ってた感じで伸ばそうなんですよ。そごめ,んごめんごめん。すご <laughs> い構ってな感じの人なんだなって。いや、雑談につきはすみません、すみません。えバラしますああ、じゃあ、えつきさんお願いします。バラしてください。 いやマジでやられるやんあっ <laughs> なんでパンチ出たんだ今しかもね <laughs> <laughs> 早カウンター手錠出ましたね手錠かけられたはずなのにパンチ出たいやああ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 な話ああで残りたいはいありがとうありあとうありあとうああ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  ロップさんありがとうございましたはいありがとうございますありがとうございますぅーはーいいやなんで俺の車で行くんだよ <laughs> どういうこと <laughs> どう w イクの伴っていいさどー<う> <laughs> いう冗談兄さんはい兄さんは行かないんですか俺大丈夫っすねああじゃあちょっとえ、なにこれなにこれなにこれなこれやてくか いや、だからい手ええ手 <laughs> あーやめときますかすみませんすみませんちょっと明らかにあの地下室に行ったらよくないことが起こるちょ俺はラーメンを本気で真剣にやらしてもらってるんですあーであ,す,あーすいませんすいませんあ新商品買いに来ましたよ新商品うんあさら10万ですけど大丈夫ですか大丈夫ですえっあさら100個いやいやいや ?10 個10個10個 50個、うん、じゃあ10個10個 <laughs> じゃあ間を取って25 <laughs> <laughs> いやあいださらに間を取って20個20個で20個,20個あいや、うん、つあさら20個入りました焦げ付けはニンニク食べた後にやればストレスも解消されて、うん、炎上も回避できてニンニクの匂いも消えるいいあ、これ炎上回避必要だな,なこれも20個これ、うん、も20個だあ,あ、それ渡したうん私した,渡した、うん、あ、頑らりましたはい じゃあララさん焦げ付きケア二十個ください。なにそれ。じゃなくてないんあのジョイントが一個奥にある。ななに何ってるか分かんな。いあサバイスだね。これリスチングなんだよ。大丈夫ですか大丈夫ですか。これアサラ何が入ってるのこれ。アサラ野菜ですね。野菜ああね。気分が良くなる。ここララさんここ奥これ。焦げ付きケア。多分作ったら分かる。 わかんねえ,な <laughs> <laughs> え、何個っつった20個20個あ OK, OK えじゃあ俺ラルさんにこれバイト代払う感じにするわ最後とりあえずこっち切って、はい、あいらっしゃいませお客さんですねすいませんねあそうですいません飯会に来て分かりましたあどうぞ藪下さんもどうぞ刃にランドさんあ僕バニランドっていいますバニランドさんこの街に来ましたはじ、い、めまして焦げ付き剣って言います 焦げつき鶴るいさんこのお店やってる方ですがそうですねご注文決まりでしたらどうぞはい特製ラーメン10であ五50で 50!? ありがとうございますはいじゃあこげピス焦げピスでピスで焦げピスも50でありがとうございますえラーメン屋さんがあるなんて知らなかったっすラーメン屋さん最近できたんですよあとねこれうんこれバナナも無料なんで持ってってくださいバナナも バナナ無料。バナナ一本無料なんで。<laughs> バナナじゃ一本頂い,いとく、はい、しかもあとこうニンニクもニンニクもありますんで。あ、はい、ニンニクもあニンニクもあります。ニンニクもちょっとのせようかな。ニンニクのせたらでもそしたら息とか大丈夫ですか。か大丈夫はないかも。えそしたら焦げ付きあるんで焦げ付きも買って。 これじゃあこれももらっとこうかなこれもらえば一応にんにくも匂い消えますねああなるほどじゃあ5もらっときますじゃあこれも5でありがとうございます一応ストレスがねストレスもなくなるんではいはいああなるほどありがとうございますありがとうございますあ待って俺とんでもない商売見つけちゃってるなこれ多分ありがとうございますこれラーメンとバナナいやまこれはまあいつ食べてもいい感じで持って帰ってくださいって感じですねサービスはなるほどなるほどはい

一応 <laughs> 豚,豚なんであぐんちゃぐんちゃ<え>めっちゃ久しぶりっすねっ<て>あっいやむしゃさんごめんなさいごめんなさいごめんなさいちょこの光景に困惑してましたごめんなさいねラルさんガチで暇つぶしできてるって <laughs> ガチで暇つぶしできてるってこれ <laughs> で,で, <laughs> でもまあこれ目立つからいいけどね <laughs> え何ってなる <laughs> もう これやばくない。うわ、かんま、待って、どこでしょ待って、これやばくない。これ貼る場所めっちゃ大事じゃね。これ貼っていいかな。え、ごめラルさん、これアジトに貼ったらまずいかな。こうこうにもう焦げ付いてから考えたらいいか。焦げ付いてから考えよう。<laughs> ラルさん見て。ラルさん。ラルさん見て。<laughs> こ見てこの看板すごくないそこここでね <laughs>。<laughs> <laughs> ちょっともっと大きい。えっそうなんですけどまあ優しいからいけるかなっていう。<laughs> 大丈夫か<笑><笑>怒られてから外せばいいんだって。ちょでも何やってんのマジで。<laughs> ね、これ最高すぎでしょ。元気よく営業中です。 なんかしかしも1匹いるよラルさん、うん、店の中に店の中に1匹いる仕入れといた仕入れとかないで牛うるせえな牛マジでうるさいっすちょっと <laughs> あのー、えちょっとその店内で店内でのセッションはやめてください <laughs> 店内のセッションはあの店内まかない食い放題なんで あの食べ放題で持ち帰る最悪のやつやろうかな <laughs> <laughs> いたわそれ学生時代そうやってやつあ、いらっしゃいませーおらじゅい、うん、今日は、ちゃんと定額で二十個いただきに来ましたおー朝早しラーメンじゃないですかそしたらあ、朝早しラーメンついたあ、今なんかコラボレーションしてるんでした <laughs> そうそう朝ラーメンじゃないですかそしたら今ちょうど本人がいるんでじきじきに作ったやつになります本人が <laughs> おらじゅい本人がじきじきに今目を上げてます ええ、ありがとうございます。特製や作やは作つってつくるぞ。きにはってます。今、マガスにくるぞ。ちょ、目あげます。目あげます。目あげます。ナイス目あげ。アンサーバヤシ10特製10入りました。え、アドラさん何をしてるそれ。朝。朝だけうん。 すごーい。の牛は。まこれ牛は、あのさっきのラルさんのペットですね、これは。あ、ペットなんだ <laughs> はいあ。これ乗ってこられたんですね。なんか、おすすめの飲食店とかってありますか。おすすめの飲食店ですか。カレー屋さんとかじゃないですかね。<え>ウエスカーさん。はいはい、どうもどうも。いらっしゃいませー。ませーこれ仕込みですか、あの正面の牛は。正面の牛は、ちょっと、この嵐みたいなバイトが今来ました。今、それで呼びまくってるんですね。この嵐、この、この嵐バイトが。 えや、荒らされてますね、今仕込みしてるんですか、これ牛あ、ウェスカさんいや、牛使ってないんすねあ、牛使って牛まだ使ってないんです豚メインなんでそっか豚、鶏メインなんでねなるほど、使わないただの虐殺なんですね、これえ、ウェスカさんちょちょうどよかったんですけど、これ大丈夫ですか大丈夫だったこれ、これ大丈夫です大丈夫ですよあありがとうございますありがとうございます、ありがとうございますいいんだ いやいやよかったよかったよかったいや全然注文お決まりでしたらお伺いしますよ味玉ラーメン10とはいビール10で味玉10ビール10入りましたありがとうございますえちなみにネギチャーシュー丼出ましたネギチャーシュー丼出ましたよネギチャーシュー丼も10で手持ち持ってるかなこれでもいやもうあとここにもにんにくもあるんでにんにくも入れたかったらにんにくもあるにんにく無料っすね あじゃあニンニクだけもらいますね。え大丈夫ですか。<え>ニンニク匂い確かに今日戦争なんですよ。あでも、うん、あのでもあれがありますあのあのニンニクのケアするサプリメントあるんで,いかがですか。じゃあもらいます。商売うめえ。<laughs> <か> <laughs> いやだってやっぱ構想の前にやっぱねニンニク癖ってなったらなんかちょっと格好つかないじゃないですか殺した的にはーってやるのも悪いす、ね、<laughs> まありませんかに <laughs> 正直いやまあまあ確かにでもねあの部下も多分いるじゃないですか多分あー確かにねこれ10個これ1個これあれなんですストレス軽減もあるんであすごいっすね焦げつけやこれだから <laughs> まあこれも <laughs> まあお仕事前とかにね使っていただければなと思いますはい、はい。ありがとうございます <laughs> ありがとうございますあした 看板も許してもらったし <laughs> ニンニクの <laughs> えニンニクからの焦げ付き合いのコンビネーションマジでやばい <laughs> <laughs> 確定反撃すぎるマジで一回ニンニクが入った後の焦げ付き合い確定反撃確反すぎるなちょっとマジでやることないなんかかんか買い物をする <laughs> 分かんない俺ら中学生の夏休みみたいになってる公園のね <laughs> 11時に集まってみたほがいいものいやそうマジでやることないみたいな <laughs> <laughs> 土俵のある公園で喧嘩し始めるぞこれえちょっとなんかえどっちが人望あるかバトルしますその一人選んで早く来てくれる人共 <laughs> <laughs> 迷惑すぎない <laughs> お金 <laughs> どっちが早く来てくれるかバトル今いそうな人ね今いそうな人で来ればいいんでしょ来ればいい来てから誰か分かった方がおもろくないあ <laughs> 確かに俺もかけるわオッケーちょっと待ってアラームもうかけてるかけてる今から来るってえ本当？ はがってるかっ,った今20秒 <laughs> 早っ <laughs> えすごいな結構えなんて言ったのなんどうやって呼んだのなんか声が聞こえなかったらあれさんの一旦たん小遊村や来れるっっ <laughs> すごい <laughs> 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 今40秒いやどこにいるか問題もあるからな確かに 1>, 1分 ちょ思ったより来ねえな。いやその多分とりあえずみたいな感じだから緊急性がなかったんじゃないですか。もって言えばよかった。そうそうそうすぐ来れるって多分言わないと、そうゆっくりいろいろやることやってから来ようかみたいな。確かに。長いな長いな。笑い組作ってくれた。来た来た来た。え。来た来た。うわボコボコやん。大丈夫これ。来た来た来た。 できたって、え、2分40秒、え、結構近い四温だなそれで言ったらちょっと待ってどういうことかどういうことかなぁ、ったりえちょっと待って渋滞渋滞渋滞2分40秒はいはい2分40秒、2分39秒81そうボスに連絡して血のりを生かそうとしたら普通に準備が忙しくて、あのー、ラルさん、そういう感じで来るのね、じゃあごめんごめん、ラルくんこれどういうこと <laughs> うど暇すぎてうん。

ちょっとおもろい人ちゃんと呼んできたな。え、ちょっとかけますわ、じゃあ。はい、ちょっと起きてないな。今一人起きてなかったっすね、そもそも。<noise> やばい、これ折り返しの電話えぐいことになら、それ、これ、多分。<laughs> <laughs> 説明しづら、後の。<laughs> なんだこいつ。 ぺしつるぎさんどうしましたやばい今すぐ来てえ、どこに、えー、どこにぺ焦げむらが今すぐ来てくれこぎむらが、あ、わかりましたぺ勝<ち><ょ>やばい,いえ、わかりましたちょっと行きますぺはいぺし修理わっ<あ> <laughs> それ大丈夫かぺえかか、測ってる測ってるあ、待って、はいいや、俺測った、俺測ってる今ぺまあ、プラス五秒ぐらいかいや、俺ちょっともう普通に一回ぺ大切り的なのじゃないのにしちゃった ちなみに仕事中だっためちゃくちゃ怒られても面白い <laughs> <laughs> え長いな,ぁないえやばいもう1分40秒え来る前に当てるっていうゲームするじゃん <laughs> あって,って,て,当てられたら負けかく <laughs> やっぱ仕事中だったから 3345ダメだ負けたくん <laughs> のかなそもそもしかも安牌パイで負けたその大喜利力ゼロで <laughs> 来そうなやつ呼んで、うん、よろしいじゃもう剣幕も使ったのにそのやば早く来て剣幕 <laughs> も使ったのに <laughs> その感じで言われて急いで来てる帰れって言われたら切れるな。<laughs>

あ全部でもなんか多いすぎて来いって言われたんで今お仕事してルルパイと一緒に来たんですよ先輩と一緒に」いやなんかどっちが早く友達呼べるかバトルしててああえうちらの勝ちですかいや五分だからめっちゃ負けめっちゃ負けえな二人ともごめんねなんか忙しい時に本当だよ ちょっとあれ差し入れあげ差し入れあげ,げ,げ差し入れ。そうお客さん三人ぐらいさばいてから急いで来たんですよ。あそう,そうそうそう。じゃあじゃあこれ二人ともこれ新商品これラーメンあげるねありがとうねごめんね。<laughs> そうなんですか。新商品のこれ一個十万のラーメンあげるねこれ。え <laughs>、ね、お気の毒さます <laughs> ご、ね。ごめんねごめんね。次さん待っておねがい次はあのまた五分以内にこれね頑いか <laughs> いやいや短いいや長いんだよな多分五分結構。 あの、和木さん、ちなみに会議やめてきてくれてました、すでに。あ、そっか、あ、そっか、うちも仕事を投げ出してくるべきでした。いや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 、もういや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 、マジで大丈夫、いや、それ来てたら気まずかったから、本当大丈夫。いや、二人ともありがとうね。はい。ありがとうね。はい、また呼んでください、頑張ります。次は。です。店長さんですか。せラるさん。レギオンまで送ってもらうことだけできますか。うん。 これじゃ、一回ガレージ戻しときます。じゃあはい。こんにに人質にされた。作った方がいい。誰かわかんない、何も見えないよ。え、歪んでるよー。でもね、体がこう重なりすぎて、何も見えないよ。ん歪んでるから、一回手錠外した方がいいんじゃないですか。外した方がいい、これ。全然。どっちもいいよ。うん、ああ、なるさん。 どうする？こんにちは。あ、高木好き君だ。こんにちはこんにちは。助け助けた方がいいんじゃない？助けた方がいいんじゃない？ロッキいいね助け。ロップさん。なんかやばいことになって事故がすごいよ。えどうしてねされた？警察に言ってくれ。え全然助けれるけどどうする？ さすがにね、下手なことはさすがにヘタなことは言わないか。私いるよ、離れる。俺警察じゃないよ。警察じゃなくても市民からな離れろこいつどうなってもいいよ別に。警察じゃないよ。俺は人を殺したいよ。なんで俺殺すしたやってるおかしいよ。魚を三枚おろしにしたいとかいろ言ってた。ていい魚の内臓がとうとうがこうとかなめてるわと言ってるから、お水とじして金庫コートをしてるよ。 さっきの。やばいよ。さっさと出てけ。いや、ナルト助けてあげた方がいいんじゃない。困ってる人がいるんだよ。ちょっとどっち、これ。誰。どっち。あの、暗黙の了解がわかんないかも、俺。あれ、どうだってもいい。もこいつ、やばいよ。それはラーメンのスープにするのは、どうですか。ラーメンのスープ。まあ、それもいいか。 分からんなら離れとくのが絶対にいいありがとうございます,すこれね、ニンニクめちゃくちゃニンニクと合いますよイエスニンニクも持ってってくださいいやーおにににくゆっくりになろうニンニク取りました取ったす取ったすえでもあれじゃないですかんニンニク食べたら A2 での接客ちょっとまずいんじゃないですかねまあ、それを気にするような客は来なくていいよ えちなみにあのストレス軽減ついてる、うん、あのブレスケア的なのあるんですけどいります <laughs> 何このマッチポンプ <laughs> いや,いやでもニンニク臭かったら,最初,ら最初からそれ売ればよくない <laughs> ニンニクの匂いあったらきついんじゃないですか,か,か聞くくだりいらないでしょ <laughs> いやいいの <laughs> ニンニクも食べてほしいからブレスケア商品も用意したんすよでよくない 何ちょっと罪悪感をあおりながら売ろうとすんの <laughs>、はい、じゃあじゃあそれもじゃあ10で10で,いい <laughs> 10でありがとうございますありがとうございます <laughs> はいこれでニンニクのにいもかき消せるんで OK で <laughs> すありがとうございます 人質送り届けてきたなんでだよああ、そっか、まあ、でもいいのか。<laughs> さっきそこの銀行でね。ここ犯人ぶち殺して。えええ、どうしたのうん、ぶち殺した。えで、お前、白かって聞かれて、うん。白でよっつって、それで僕を打ったぎって圧かけられたから、お前、俺と喧嘩すんだからって言ったら、あの、弥一郎さんが謝りに来た。<laughs> もう、<laughs> むやむに人に頭を下げさせるのはよくない。な いやだって銀行強盗見ちゃったから <laughs> まあ正義感がうずいたってことですよねラルさんの正義感が、うん、しかもさっきね友達になったばっかのねロップさんがねえっ結局結構迷ってたじゃないですか、うん、やるならやるって言ってくださいよ見たかったのちょっとなんか街の何暗黙の了解みたいなのあんのかなと思って <laughs> <laughs> どのまあちょっとあるんじゃないそれは <laughs> だからその銀行強盗は別にいいみたいな言ったのでも格闘家とかがあの捕まえて表彰されるパターン <laughs> あー <laughs> まあそれはねあるーねあ最近プロレスラーあったな、うん、なんかそれ駅前であプロレスラーが助けたやつちょっと弥さんにごめんねって言うとっとくかごめんねってドライブスルーさせたいなえてか待ってここドライブスルー作んない,んないあ来ないか ドライブスルドライブスル作ろうここで車並べてドライブスルしてここでつ <laughs> いやもうねこの暇な時の煩悩がガチでがやっぱ通り過ぎちゃうなでもこんな程度だったら名前が見えないもしもし名前見えない名前見えないねそれするんかいそこの団体のボス来るわどこそこの団体のボス えそこの団体のボスが話しに来るわここにうん <laughs> まあ暇だからちょっと見てみたいもんな確かにそれ <laughs> えじゃあここ使っていいよ貸し切りにしてよ <laughs> 鍵閉めてうんえなになんてどんな感じえどういう流れになったんですか結局いやなんか説明とかする前に今どこにいますって言われてえラーメン屋にいますっつったらじゃあ行きます <laughs> あのー まあまあ嬉しいですね。正直暇なんで。<laughs> 俺は関係ないですからね。別にだって。まあ最悪はミノルさんに出てってもらうんで。<laughs> 来てない。こんにちは。こんにちはあの店貸し切りにしてくれるらしいんで中行きましょう。ああそう。すごい店だな。あるぞすごい,い。真剣にやらせてもらってます。一番奥一万区。綺麗なラーメン屋さんですね。あ怖いですねここ。 ルさん,ほんで勤めてんだここ今ちょっとバイトしますあ,そうなんだあこの子魚の子ですか俺魚ですあ,あごめんごめんごめん <laughs> いや俺もい,いやすいません俺も言っていいのがあれであまあそうかそうかいやバンさんもすいませんいやいやいやでもやっちゃったことはやっちゃったことだからねギ、まあまあ、ャンが弾いちゃってるわけだからねなんで強盗の中やってるって分かって入ってきちゃったんです <laughs> あの、友達だったんでそのあ。知り合いが れてたロップさんって人が。うん。うう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 で、ここで働いてて、<も>目の前で友達捕まっててうん、うん、人質になってたら助けるくね。助ける助けるくねはい。<laughs> いや、助けたい気持ちはわかるけど、うんはい、その後のこと考えたら助けないのが悪いんじゃないいや、モ、ま、ずってわかってたら助けなかったけど、ああ、なるほどね。だからどこ所属かも言ってくれないって感じだったし。どうなの聞か,れ聞かれたの まあ、最後、まあ、聞かれてって感じでしたけど。で、<も>連絡先、あの、教えれないのは分かってたから、ギャングだから。うんうん。俺が一方的に教えるから、後とで連絡してって言っても、いや、それは、みたいな感じで。まあ、ほら、その、お互いのあれはなんとなくわかりますよ。はいはい。会議もほら、なんかその、は一応犯罪、互いなりにもほら、犯罪者なんでね。はいはい。こう、うちの組織に、ある程度迷惑かからんようにとかいろいろ考えて、多分そうしたんですわ。あ,あ、そうですね、もちろんもちろん。 弓引いちゃってるからねお魚けわからないよなそれわしはね変装しないんですよ基本はいはいはいなんかまあしたとしても徹底的にやるタイプなんでいや普通にファンキーな半グレかと思った最初 <laughs> ファンキーな半グレファンキーな半グレでも打ったら危ないでしょうよラルさんいやでも友達っすよわかりますよいやもちろんそのなんだ暗黙の了解域はわかってなかった どこなんでしょう暗黙の乗り解って。私、ちょっと今いいちよくわからんなんですけど。1> 俺、一回も人質になったことないし、あははいはい、はい、そのノリがわかってなくて全く。ああ、なるほど。普通にあの助けるかと思って助けただけですね。だからそこはマジで申し訳ないと思う。うん,う,んうん。まあ、だけ人質ですからね。何もしなければ解放するし。うーん。人質だけど何もしなければ解放する。うーん。まあ、それはそうか。まあ、それはおいおい。 それはまあい,いいやその話は。ま、シンプルに私は自分の部下行かれてるから来てるんですよね。もちろん、もちろん。そうそうそう。別にその友達だから、助けたい思いはわかりますけど。はい。前にもなんかそういうことギャングのメンバーにもいましたよ。そういう子はね。そのギャングだけど <laughs> 白市民に友達がいて、はい。その子を助けたくなっちゃう気持ち。はい。だから助けてもいいですよ。例えば、今後もね。<laughs> うん であとはモズだって分からなかったっていうのもあると思いますけど、はい、やっぱりでも首突っ込んでその人間をやっちゃってじゃあそれギャングでしたってなったら場合によってその友達がどれぐらいいるかわかりませんけど友達全員やることになっちゃうかもしれないっていうのは覚えておいてほしいんですよねまあそうですね、うん、今後普通に見逃すようにしようと思いました <laughs> 見逃すようにというのは <laughs> 普通にガチで乗り分かってなかった。<laughs> 俺、あの、こんな感じだけど1、1>, <れ>1ヶ月ですからね、この時期いや、ラルさんはね、もうそれね、通じないです。通じないか。通じませんよ。白ですよ、俺。だったら、チャカでハングル打っちゃまずいでしょ。その人質の子は、わっぱかけられただけで、あと怖い思いをしたかもしれんけどね。いや、ギャングが怖い思いで。いや、ちうちう違う。人質の子が。<laughs> 人質の子が <laughs> いこの状況でちゃんとツッコミ入れんのやめて <laughs> なんかそのなんか状況はわかりましたあ。それは今回のはまあしょうがないにして <laughs> 治療費の200万だけ払ってもらったら終らりかなも。もちろんもちろんもらってもら <laughs> ってもら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 っってって なんで下がるわけないでしょ。じゃあいくらなんですか。二千万。なんて。二千万。俺から二千万取るんだな。いやいいよ全然払う払う。言ってみる言ってみるもんだな。いいか大気。いやラルさんちょっと待って。大気。けど俺撃たれたんですよ。そうだよ。それで二百万で済むわけないでしょギャングって。ああそれでもいいんだよ。でも入ったからね。手首折れたかもじゃあ。それは入ってきたからでしょ。銀行強盗したからでしょ。 今回だと分かんなかったって言ってんだぞ、あれさま。確かに次はないでしょって話だよ。次は許さない今回は許す今回はギリギリ。安い地上費の同じ逆は。今日何番 ?166 番、500万円でお願いします。166? お前はそういう時はね気持ちってちゃんと言うんだよ。 別に2000万5からいってきました。本当にいいんですかお前、吐いたつのりなのそうやって。お前がせびったんだろありがとう。あんか切るんだったらお前ちゃんとやれ。ありがとう、もダメだよ。もらっちゃったわ。ぜひ気つけろよ。ごめんなさい、なルさん。こいつちょっとダメだわ、今は。ちょっと下がねめっちれ。許せねえ。 ちょっと待ってください。一郎、許せねえって言ってるぞ。一郎、きギリ許すって言ってたけど。一郎。はい。ちょっと会計表になすわかりました。ちょっと頭に入れます。連れてけ。ちょいちょいね、まだ、まだこういうの慣れてなくてね。会計払いすぎ。もしもしの家が、申し訳ないっていうので、それ2000万ポンと置く金額じゃないよ。そうですか。いや、でも、なんだ、あいつに払ったっていうよりは、 バンさんとのあれにハレましたね。そうやってうまいこと言ってるあれさん。いやいやいや。だってここでちょっと安かったからあんま許してねーみたいになったら。いやいやいや。銀行号とより儲かってる。そうよ。ダメでしょそれ。銀行号とより儲けちゃったら。オッケーですオッケーです。良かった。それありがとうございました。いえ、いえ。俺立てなくなっちゃった。すみません立てる。まずちょっとお待ちください。あ、あたすあたずかる。え？あびっくりした。 あのご注文お受けいたします。いやばっ <laughs> じゃあ俺の終わりでちょっと好きなの頼んでください、ばんさん。じゃあいいよ。私2000万円分買うから。え,ー、<laughs> えでも俺に入んないからダメっす。ばんさん。<え>俺に入んないっすかね。<laughs> いや、でもいや使わせてもらいや、でも使ったじゃないですか、そこの席。うわっ。<laughs> お前大丈夫か <laughs> いや、嘘っすあ。じゃあ俺の朝ラーメン買ってください。よ。あ、わかりました。じゃあ買いましょう。え朝ラーメンで 100個でしょ100個で朝ラーメン100個入りました毎度それ言いたいだけで働いてるもしかして <laughs> はいその毎度が言いたいだけであといらっしゃいろもう言いたいっすあーえ、ちなみにネギチャーシュー丼も今日発売なんですけどどうですかいや、私は朝でいいやはいいや、ありがとうございますじゃ請求切ってください <laughs> はいバンさん、ありがとうございますいいえここね、あのバナナとかもねあるんで 今度サービスバナナラーメン買っていただいた人にあのバナナお持ち帰りでいいんですよ、ここトレーで。ああ、いや、結構だな。OK っす。<laughs> あの一応、ニンニクもあります、ただっす、すニンニクニンニクあります。それはちょっと欲しいな。ああ、そうっすか。ああ、いいね。これああ、いい、そこで、ね、ご自由に。あれでも、ニンニク入れたら今日あれじゃないですか。人と会うときとか、まずいんじゃないですか。そんなにまずいかな。一応、あの焦げ付きやっていう。 ニンニクの匂い消すやつもあるんですけど、それどうですか、一緒に。あ、それはいいや、じゃあ、どっちにしても。<laughs> 分かりました。ありがとうございます。どうもどうもなるほど、いい店だいや。ありがとうございます。おいし、すごい。めちゃくちゃラーメンやまさままいまよ。真剣にやらせてもらってます。え、ど、え、マイドあの、かっこいい系で。マイドおぉおぉなんだよ。じゃあ。 一旦わしらはこれで失礼しますね。ありがとうございます。はい、しますありがとうございました。いくぞ会議。回帰はい失礼します。どうでーす。焦げ付きやコンボ刺さらんかったですね大川さんもバンさんも。<laughs>